マクドナルドって社内研修所があるんです。ハンバーガー大学っていう名前の。そのハンバーガー大学っていう社内研修所は1年間何人が受講するかというと、1年間で6万人です。社内研修所ですよ。その辺の研修会社よりもたくさん受講生がいます。新入社員ももちろんそこで勉強するし、アルバイトからアルバイトマネージャーになる人も勉強してるからです。マクドナルドって全国に多い時で3700店舗あったんですけど、1店舗あたりの社員の人数は 1.6 人なんです。1店舗あたりの社員の人数、ちなみに1店舗にいるアルバイトの人数はちっちゃいお店で30人、大きなお店になると120人のアルバイトが働いてます。その30人から120人いる1店舗の平均社員の人数 1.6、 だから利益率が高い。だからマクドナルドってあんなに安い値段で本当にいい食材使ってるのに成り立ってるってことですよね。それぐらいこう人、安い賃金で働いてもらってました。だから利益が出るっていう体質になってたんですよね。じゃあどうやって 1.6 人の社員で3700店舗の会社を作ったかっていうと、アルバイトを社員と同じレベルに育てる仕組みがあったからです。つまりそのハンバーガー大学というところで勉強する6万人のほとんどがアルバイトスタッフです。ちなみにアルバイトスタッフも勉強しますけど、新入社員も勉強してます。それから店長になる前の社員もそのハンバーガー大学で勉強し、店長になってからもハンバーガー大学で勉強し、店長を束ねるスーパーバイザーもハンバーガー大学で勉強し、そのスーパーバイザーを育てる総括スーパーバイザーもハンバーガー大学で勉強してます。じゃあハンバーガー大学で何を勉強してるかっていうと、ハンバーガーの作り方は一個も教えてません。ハンバーガーの売り方も一個も教えてません。ハンバーガー大学で教育している内容は全てリーダーシップとマネジメントだけでした。もうアルバイトスタッフでも新入社員も店長もスーパーバイザーも統括スーパーバイザーもリーダーシップとマネジメントの勉強をするんです。なぜならばリーダーシップとマネジメントが一番難しいからです。分かったぐらいじゃできないからです。またリーダーシップとマネジメントの恐ろしさというものがあって、例えばハンバーガーを作る技術とか売る技術っていうのは下がらないです。熟練度の世界なので、たくさん作って長年働いていればだん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 レベル上がりますよね。そうですよね。ところがリーダーシップとマネジメントは恐ろしくて、たった一人のリーダーが間違ったリーダーシップを発揮すると何が起きるかというと、どんどんスタッフが辞めていきます。つまりマイナスがあるんです。長年働いている人でもリーダーシップを間違える人がいます。極端に言うと、入社したばっかりの時はすごく正しいリーダーシップを発揮していたのに、だん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 連れていって店長になった時にはすっかり間違ったリーダーシップを発揮してお店を潰していく店長がいるんです。だからマクドナルドすごく分かりやすかったですよ。例えば A 店と B 店というお店があったとして、 A 店がいつも業績が良くてね、例えばスタッフも辞めないし売り上げも高いし利益率も非常に高いとしましょうよ。で B 店は逆、もうひどいんですよ。スタッフどんどん辞めていくし、いつも雰囲気暗いし、クレーム多いし、で売り上げどんどん落ちてるんです。これを改善する方法はものすごく安易な方法があって、簡単に改善できます。A 店と B 店の店長入れ替えます。すぐに業績が変わります。お店の問題じゃないんです。店長のリーダーシップとマネジメントの問題が業績の全てに現れています。もうこれもう超実験実証済みです。マクドナルドの場合は3700店舗もあるんで、そういう事例がいっぱいあるんで、もう明確に言い切れますね。個人商店みたく 2,3 店舗だったらなかなかね、もしかしたらこの立地の問題かなとか、ここのアルバイトスタッフさんの気質かなとかね、ここにはすごく長年いる主みたいな人がいるからかなとか、いろいろ思うかもしれませんけど、もうマクドナルド分かってます。どんな状況であろうが店長が変わったらお店は変わります。それぐらいリーダーシップとマネージメントによって業績が変わっていくっていうことがもう実証されているから、マクドナルドは一番お金と時間を何に投資するかっていうと、リーダーへの研修、人材育成に一番お金と時間をかけている会社です。マクドナルドは商品開発よりもマーケティングよりも人材育成にお金と時間をかけている会社だから、外食産業でナンバーワンになることができた会社なんです。
今ねかなり苦労はしてますけど、ここでもしマクドナルドが人材育成を怠ったらマクドナルドの将来はなくなりますね。どんなに業績が苦しくても人材育成に投資し続けたから今まではマクドナルド伸び続けてきたので、マクドナルドって2年前から業績が落ちましたけど、1回も業績が落ちたことのない会社じゃないですからね。僕社内にいる時に1回業績が落ちてるんで、おいい感じで、なんか僕のパワーに負け気味ですよ、スピーカーがね。大丈夫か、頑張れ頑張れ。この子がいるから大丈夫か。マクドナルドは藤田伝さんっていう創業社長の時はずっと業績伸び続けて、原田栄光さんっていう社長の時は伸び続けてます。さらかその場で落ちたって思われてるけど、実はね2代目の社長がいたんです。そうです、そうです。1代目の社長藤田伝さん、2代目は原田さんじゃないですからね。2代目は八木康之さんという店長、社長がいたんですよ。知らないですよね、もう忘れてますね。その時はね4年間下がり続けてたんですよ、売上で。その時に何を原田栄光さんが、これちょっとこの話はあんまり外で言わないで、ここだけちょっとここだけの話してもらっていいですか。ここあんまり外で言ってない話で、バレると怒られる話なんで一応内緒ね、ここだけね。それ以外全部 OK です。その当時ですね、マクドナルドが危ないってなったんです、日本マクドナルドが。ちなみに日本マクドナルドっていうのは世界のマクドナルドのフランチャイジーの第1位の国。マクドナルドはアメリカの会社ですからね。で他の国全部フランチャイズなので、そのフランチャイズの中でぶっちぎりナンバーワンの売り上げとシェアを誇っているのが日本なんです。もう第3位のフランスとか中国より全然上なんで。だから日本マクドナルドの業績が落ちることを一番怖がってるのはアメリカなんです。そこでアメリカの本部がまずいぞと、日本が崩れたらやばいことになると言って、優秀な社長を引っ張ってこいっつって、当時日本の経営者で一番優秀だって言われていた、アップルコンピューターの副社長原田栄光さんをお金で引っこ抜いてきました。だいぶえぐい話になってきました。そして原田さんがいらっしゃったんです。で原田さんが来た時に、原田さんは全部署全ての社員に聞いたんですよ。なぜ今マクドナルドの1店舗1店舗の売り上げが落ちてるんだって。そしたら全ての部署が原田さんに同じ報告をしました。お店を作りすぎましたという。確かに1年間に400店舗開けてたので、365日で400店舗オープンしたんですね、お店をね。すごいことですよね。なので、同じ証券にお店を開けすぎたので、競合、自社内競合をして売り上げが落ちてるっていう報告を、全ての経営企画部とかマーケティング本部とかね、営業本部が全部報告した。そして原田栄光、当時のトップが出した結論は、だから全部の部署がこう言ったんですよ。お店を閉店すればうまくいくって。要は一つの駅にお店8個くらい作ってたんで。で、食い合いが起きてるから、赤字の3店舗を占めれば5店舗黒字になりますって言ったわけですよ。わかりやすいですよね。そして原田栄光が出した決断は、1店舗も占めてはならない。今1店舗1店舗の売り上げが落ちている原因は、店舗が多いからじゃない。すべて、店舗の運営レベルが下がっていることにある。だから、すべてのマーケティングやすべての施策をストップして、店長の育成にすべてのお金と人材を投資しろって言ったんです。本当にやりました。1年間何もやらなかったんです、その年。とにかく1年間徹底的にすべての人材育成の時間とお金を店長の育成に使ったんです。そして、お客様満足度調査のデータが、今まで普通頑張っても1年間1ポイントしか上がらないのが 4ポイント上がって、そして従業員満足度のデータ、普通は1ポイントか2ポイントしか1年間で上がらないのが8ポイント以上上がったのを見て、原田栄光は言ったんです。よっしゃマーケティングだっつって、バリュー戦略とか100円マックとか24時間営業とか急速なフランチャイズ展開っていう、強力な社内変革をやったんです。その1年間の人材の育成がなかったら、マクドナルドはあの時なくなってました。今もなくなってないですけどねあの時完全に噂だったんです、マクドナルド以外の会社が買うっていう。マクドナルドをだ、お店はなくならないけど会社はなくなりそうだったんです。そういう危機を乗り越えてきてます。どう乗り越えたか、人材育成です。どんな危機も人を育てることによって変わります。逆になくなる会社は、危なくなった時に人の投資をやめる会社です。採用と育成のコストを削った会社はバッチリなくなります。アドプランナーさんはそのことをどの会社よりよく分かってるんです。だから人が辞めないセミナーなんかやっちゃうんです。採用の会社ですよ、僕だから言えるからはっきり言いますよ、辞めてもらった方が儲かる会社です。違いますか。どんどん人が苦しくなった方が儲かる会社なんですよ。
その会社が人が辞めなくなるセミナー大々的に移ってクレイジーです。アドプランナーさん以外がやってるの僕は聞いたことがないです。なぜならばアドプランナーさんが考えているのは短期的に人を採用する広告媒体を売る会社じゃなくって、今ある日本の企業がもっと発展するために貢献する会社になりたいというポリシーがあるからです。今お付き合いのある会社さんやこれからお付き合いする会社さんの業績が上がった時にそこにサポートしたい。例えば人が育って人が辞めなくなって業績が上がった時に、業績が上がった分足りない人材のサポートをしたいって言ってるんです。苦しい会社に俺ら苦しいだろうって物を売るんじゃなくって、皆さんが成長した時にサポートしたいっていうのがアドプランナーさんのポリシーなんです。だからこういうセミナーやってる。僕はその思いを受け取って今日のセミナーやってるので、はっきり言います。今日のセミナーは最高のセミナーにします。ズバリ言います。今日参加してくださった皆さんが本当に来てよかったと、このセミナーに参加したからうちの会社の未来は変わったという結果が出るセミナー、それをやらなければいけないからです。合ってますよね。そうですよね。それを僕は受け取ってやってるので、今日来た皆さんは自分のことがラッキーだなと思って、これからの現場で使える話をどん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 使っていってほしいと思います。リーダーシップとマネジメントの話をしました。どうでしょうかね。リーダーシップとマネジメントの違いって説明できます？まあまあ難しいですよね。で、リーダーシップとかマネジメントを勉強しようと思うと大変なんですよ。例えば書店に行って調べようとすると、リーダーシップだけでだいたいね300ページぐらいの分厚い本にびっしり書いてあって、はっきり言いますよ、読んでもようわからんのですよ。めちゃめちゃ難しいんです、リーダーシップ。特にアメリカから来てるんで、アメリカ人っていうのはですね、非常に難しく書くと物が売れるので、難しく書くという特徴があります。で、しかもですよ、300ページの内容現場で使えます？使えないですよね。現場ってシンプルで効果的なものじゃないと使えないじゃないですか。なので今日ね、リーダーシップとマネジメントを超シンプルに説明します。今からものすごいシンプルに説明するので、ちょっと聞いてもらえますか。まずリーダーシップとは何か。リーダーシップとはゴールを指し示す人のことを言います。ゴールを指し示す。で、どういうことかっていうと、例えばですね、もうちょっと詳しく言いますね。リーダーシップとはですね、そのままだったらメンバーが行ってしまう場所とは違う場所にメンバーを連れて行き、たどり着いた時に感謝される人のことを言うんですよ。例えばどういうふうになってるかというと、例えばアルバイトスタッフさんとか社員さんにこう聞くわけですよ。ね、どこ行きたい？ディズニーランドに行きたいです。ああ、そうか、どこ行きたい？ディズニーランド行きたいです。どこ行きたい？ディズニーランド行きたいです。どこ行きたい？ディズニーランド行きたいです。そうか、わかった。富士山に登るぞっていう人です。でもどうですか？みんなディズニーランドに行きたいって言ったのに、富士山登るぞってリーダーが言ったらみんなどう思います？はぁ？アホかと。なんで富士山に行かなあかんねんって思いますよね。でもリーダーはこの時に、うん、みんなが行く場所は富士山なんだ。これがリーダーですね。いや、もしもですよ、みんながディズニーランド行きたいって言って、よっしゃディズニーランド行こうっていうのは、これいなくてもよくないですか？必要ないですよね。こういう管理職はね、いらないです。だってお給料増えるだけです。人件費増えるだけですからね。管理職とかリーダーっていうのはこの時に違う、富士山なんだっていう人なんですよ。ところが、じゃあ富士山なんだっつったらみんなが分かりました、富士山に登りますって言います？言わないですよね。そこで必要なのがマネージメントなんです。マネージメントとはゴールに安心安全モチベーション高くたどり着くためのサポートすべてのことを言います。マネージメントは、例えば富士山登るぞっていうのがリーダーシップだとすると、マネージメントはでもね、今の時期に富士山登ろうと思うと山頂の方はすごく寒いから、まずは防寒具は6枚以上重ね着だよ、下はヒートテックのような暖かいもの、必ず上には風通しが悪いちゃんと防寒ができるもの、帽子も耳当ても必要、靴はねちゃんとブーツのような底が厚いもの、そして水は2リットル以上、食べ物は1食分でいいよ、こと細かくです。しかもそれは最初だけじゃダメです。ゴールにたどり着くまでこと細かに全部言葉で理解できるように説明しながらたどり着かなければいけません。例えば山登りで言えば、今は3合目だよ、ここではまだ食事は取っちゃダメだ、水分補給だけにしとけよとか、今は5合目だ、ここでは食事を取っていいぞ、周りで辛そうにしてる仲間がいたら必ず報告してね、今は7合目だ、もう少しだ、頑張れ、全員でちゃんと頂上にたどり着こう、励まし合うんだ、声かけ合うんだ、絶対全員で行くぞ。そして山頂にたどり着いた時にメンバーが今までに自分たちが見たこともなかった光景を目にしてリーダーに言うんです。リーダーありがとうございます、ここに連れてきてくれて。
これがリーダーシップとマネジメントの関係になります。なのでリーダーシップとマネジメントは両輪なんです。車で言うと、例えばリーダーシップで必要なのはブレないこと。そう、メンバーがいやディズニー行きましょうよとか言っても違うって連れていかなきゃいけないってことです。マクドナルドの原田栄子さんはこれをやったんですよね。もしも全ての部署がお店を閉店すれば業績が回復しますって、そうか分かった閉店しようったらマクドナルド終わってたんです。はっきり言いますよ、3700店舗5600人の社員、年間5600億の企業が原田栄子というたった一人の人間の決断で復活したんです。要は沈没しかけたタイタニック号が沈没しなかったのはたった一人のリーダーの決断、ブレなかったからなんです。2番目に書いてある組織とつながっているは中間管理職のリーダーシップの話です。中間管理職の方というのは自分のポリシーで働く人のことじゃありません。組織の指し示す場所にメンバーを連れていくのが中間管理職になるので、己が行きたい場所に連れて行っちゃダメです。組織が富士山って言ったら富士山連れて行かないとダメです。いや俺的には高尾山なんだよねとか言っちゃダメですよ。そういう中間管理職がいると組織は壊れますからね。あくまで中間管理職のリーダーシップというのは組織とつながった管理職じゃないとダメです。ということは経営者の人というのはいつも大切に見守らなければいけないのは中間管理職と自分がつながっているかを見てなきゃダメです。中間管理職をすっ飛ばして現場の人とコミュニケーションを取るのは全く意味がありません。とにかく自分の側近直属とつながっているということをモニタリングするのが経営者の仕事です。そして中間管理職は自分が指し示している場所が社長が指し示している場所と同じじゃないか、同じじゃなきゃいけない、それを確認していかなきゃいけないということです。そして強い意志が必要になってきます。対してマネージメントは少し違います。マネージメントね、きめ細やか、もうとにかくきめ細やかさが必要です。そして何度でも繰り返すっていうことが必要になってきます。何度でもです。一回言ったら終わりとかないです。よくこう企業のリーダー研修とか幹部研修とかやるとよく聞かれるんですけど、鴨頭さん、そうは言いますけど私だって忙しいんですと、社員に一体何回言えばいいんですかって聞かれるんですよね。で答えはですね、伝わるまでです。回数じゃないですね。だって皆さんもそうじゃないですか、部下によって違いません。例えば1回言ったらピーンってくる子もいれば、10回言っても全然違うことを考えている子もいれば、20回言ってもはいはい言うだけ、返事はいいけど全然違うことやってる子もいますよね。もしくは人だけじゃないです、案件によっても違う。例えば簡単なことを言えば、この箱は右側の部屋に入れてねは1回で伝わるかもしれないけど、お前課長になってこのチームを率いてみろって言ったら1回言ったぐらいでできるようにはならないですよね。だから相手によっても回数は違うし、任せる仕事の難易度難しさによっても何回言えばいいかは違いますから、つまりリーダーの人たちは何回言えばいいんだろうっていう質問の答えはいつも伝わるまで伝え続ける、これがゴールになります。何回か回数は関係ありません、伝わるまでです。お願いします。そして、愛と情熱が全てですね、マネジメントは。例えて言うならばですよ、例えて言うならですけど、このリーダーシップはね、お父さんです。例えて言うならマネジメント、お母さん、子育てで言うならば、ね、お母さんってきめ細やかでしょ、もうあんたハンカチ持ったのとか、教科書ちゃんとカバンに入れたのとか、お弁当持ったのとか、もうきめ細やか、何回も言いますよね、もう分かったよって今で言いますよね。そして愛と情熱すべてじゃないですか、お母さんって。もう最高のおせっかい、超おせっかい、会社の中に社員さんやアルバイトスタッフさんへの超おせっかいのお母さんがいることが大事なんです。すごく大切な存在です。リーダーシップは違いますけどね、あそこ行くんだって。ただリーダーシップの怖いところはですね、指し示している場所が間違ったら全員をちゃんと不幸のどん底に連れて行きます、ね、富士山だって言わなきゃいけないところがね、なんか全然違う、沼地とか指しちゃうとみんな沼に入ってくるんで、だからリーダーは学び続けなきゃいけないですね。リーダーはこの後にも少しそういう内容が出てきますけど、世の中ってものすごいスピードで変わり続けてます。その変化を捉えているリーダーがいない限り、リーダーと一緒に船は沈没します。だから沈没しない船長か沈没させる船長かの違いは頭の良さ関係ありません。
知識の量関係ないんです、もっと言うとですね、一生懸命かどうかも関係ありません。一番関係あるのは学び続けている人かどうかです。だって変化への対応力だから。一番怖いのは過去の成功体験がすごいリーダー危ないです。過去の成功体験にしがみつくと会社はなくなります。それぐらいリーダーシップというのは非常に強力でパワフルな代わりに危険な面もはらんでいるので、経営者の方は常に学び続けるという自分っていうのがものすごく大切になってくるなというふうに思います。この両輪が会社の中にあるかどうかです。例えばすごく立ち上がったばっかりのベンチャーで言えば、社長がこの2つを兼任するでしょうね。店舗にしてもそうです。アルバイトスタッフさんが5人と店長だけのお店だったら、店長がお父さんとお母さん兼任しているかもしれません。でも組織が大きくなってきたら、お父さんとお母さんは2人いないと苦しくなってきます。まあ、マクドナルドの例を言いますね。マクドナルドってめちゃめちゃロジカルなので、全部数字とストップウォッチだけで説明できる組織なので、その一部だけ紹介すると、マクドナルドの場合はですね、一人の人間が管理できる人数は8人までっていうルールがあります。9人目の部下が生まれたら必ず一人サブリーダー、もう一人のリーダーを作るっていうルールがあるんです。それぐらいピチッと決まってます。それはね、もう全てです。例えば店長8人までは一人のスーパーバイザー、9人目が生まれたら2人にスーパーバイザーを置くか、1人のスーパーバイザーにサポートをしながらやらせる、ちょっときついけど頑張れみたいな感じで、その上の上司がサポートしながらやらせるっていうふうに決まってます。それはね、組織だけじゃないです。店舗もそうです。例えば、朝あんまり売れないお店だったら、マクドナルドね、朝売れないお店だったら朝の時間帯はアルバイト4人かもしれないですよね。でお昼に近くなってくるとだんだん売れるようになってくるじゃないですか。そうするとアルバイトが8人までは1人のマネージャーが管理してるんですけど、9人目のアルバイトがおはようございますって入ってきたらマネージャー2人するんです。そうで16人までは2人のマネージャーで管理してるんですけど、17人目がおはようございますって入ってきたらマネージャー3人じゃなきゃいけない。もう全部決まってます。つまり3700店舗分の全部のスケジュールの全時間帯30分ごとのマネージャー人数はバチバチバチって弾き出したらもう決められてるっていう会社です。すごいですよね。マクドナルドはね、もう電卓とそのストップウォッチだけで全部売り上げがどうなるかってことを説明つく会社になってます。でもそんなの中小企業でやるの大変なんで、ここではざっくりですね、ある程度の人数が増えたらお父さんとお母さん2人が必要よぐらいでいいんじゃないですか。まずのところはもっと細かく知りたかったらまたそういう勉強会開こうと思ってますので、いくらでもロジックはいっぱいあります。でも一番大事なのは役割の方です。どちらかというと、まずこの役割を理解してなければ人数投入しても無駄です。だってマネージャーとか社長とか管理職いっぱいお店に入れといて、その人がハンバーガー作ったら終わりだから。自分の役割じゃないアルバイトスタッフの仕事したら終わりだから。あ、もっとズバリ言いますね、伸びる組織と、落ちていく組織の違いをもう一言で言います。伸びる組織というのはみんなワンランク上の仕事してます。ワンランク上の店長はスーパーバイザーのように、つまりこのエリアの収益性を上げるためにはうちのお店はどうしなきゃいけないだろうって考えて動いてます。で、店長になる前のスタッフは私が店長だったらどう判断するだろうという観点で働いてます。アルバイトマネージャーは私が社員だったらどんな風に人件費の管理をするだろうって管理するんです。マクドナルドのアルバイトマネージャーっていうのは月末近くになって人件費のプランが超えそうになったら一番時給が高い自分のスケジュールをカットしますからね。今日俺が一番時給高いから俺この時間で帰るわって言うんですよ。で、自分よりも時給の低いアルバイトに今日売れてないからお前で大丈夫だから店任したって帰るんですよ。アルバイトマネージャーですよ。すごくないですか。そういう組織って伸びるんですよ。反対に落ちていく組織は1個下の仕事してます。店長が社員の仕事してます。すると社員は誰の仕事をするか、アルバイトの仕事をします。するとアルバイトの仕事はなくなるんですよ。するとアルバイトのモチベーションはなくなるんです。待ってますよ。だって出番ないですもん。いなくたっていいですもん。そうすると社員はこう言うんですよ。お前何やってんだ俺こんな忙しいのによって言うんですよ。知らねえよですよね。あんたが頑張ってるからだって話なんですよ。でもほとんどの落ちていくお店とか組織はそうなってます。上司が忙しそうです。部下が暇そうなんです。そういう会社ありません。だいぶ深い感じになってます。大丈夫ですか。
これダメになっていってる途中ですからね、それね。症状が悪化している途中はそういうことが起きてます。症状が良くなっている時は上に上がっていくんです。みんながワンランク上の仕事をしようとしている、そういう組織が伸びていきますから、それを作るためにこのリーダーシップとマネジメントが大切だっていうことです。ビジネスオンラインサロンカモビズです。オンラインサロンで毎月のように仲間と学び合いながら、そして月に1回鴨頭義人にダイレクトにビジネスの Q&A が受けられる、それがカモビズです。オンラインサロンなので住んでる場所も業界も全く関係ありません。どんな場所にいても、どんなビジネスをやっていても、年齢がいくつであろうと、ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン、それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。あなたに出会えた奇跡を心に貯めていこう。